Monster Hunter World, Day 12. Tracking down Elder Dragon research stuff. I think... I think the next fight's Namiel, would be my guess. I think we're getting close to Shara, guys. I think we're getting close. So we're just gonna keep poking stuff and keep an eye on for gear. Still have a cold, so we'll be talking too much. Save you guys noises and whatnot. Yeah. So, let's get into it.
Okaeri. Mazui na. Ki o shimero yo. Shi o matou Valhazaku. Kiken na chousa ni nari sou desu ne. Ki o tsuke ya. Let's
行きましょう。
行こう。保留たちの調査をもう少し進める必要がありそうですね。へえ。頑張ろう。
痕跡は古流調査に役立ちそうですね。
怪我はないな。そうだな。おう。未知の古竜は丘珊瑚の大地にいる。無茶だけはするなよ。戻ったか。ああ、行こう。未知の古竜は丘珊瑚の大地にいます。慎重に行きましょう。Thank you.
をつけて行きましょう。見てください。
みんな聞いてくれ。では私から。これらが歌の聞こえた場所。バラバラですね。一体どんな方法。焦らないで。次に螺旋の形。これって。なるほど。よし、ここでもう一つダメ押しだ。はい、古竜たちが活発化した場所を記します。すごいぞ、みんなが出した成果だ。調べたところ、地脈の螺旋が描く延長線上、古竜が騒ぎ出した時期から考え、そこに。お、さて、その島に何が待ち構えているかはわからない。どうすべきか聞くまでもないだろう。少数精依存なし。じいちゃんの考えに。よし先輩。今も続く生態、そうなる前に我々はご機団を全力でサポートする。出発準備を急げ。了解でさ。全てをあんたたちに託すわ。ご機団の調査班は。よし、それじゃあみんな無事戻ってこよう。気球船に乗りましょう。大いなる存在のもとへ。怪我はあかんで。ねえ、
事戻ってこよう。なる存在とは、おそらく生態系を根源から崩壊させるほどの影響力を持っている。地脈が世界中に通じている以上、いつどこでその影響が発露したとしても不思議じゃない。万が一本当に存在したとしたら、何としても止めるんだ。向こうでは何が起こるかわからない。俺たち全員で必ず成し遂げよう。はい、はい、おう。懐かしいな。作り直したのか。こちらに来て初めて作った試作気球第1号を元にな。他の試作は全て解体したが、これだけは残していた。よかった、これでこいつも皇族の役に立てる。本当に残るのか。道を譲るのも私たちの役目。今回の調査は彼らが切り開いた道よ。先輩としてこんなに誇らしいことはないわ。まあそうなんだがな。おばさま、これを持って行って。いいえ、おばさまも行きましょう。これは調査団の調査でもありますが、お師匠様からおば様への課題でもあったはず。立ち止まったら永遠に止まってしまいます。行くんです。まあ調査団としては一騎団は居残る方針だが、個人としては断固行くべきだな。おとなしく座っていられる柄でもあるまい。そうね、じゃあ行ってくるわ。地殻変動の形跡があります。行こう、着陸だ。ここに大いなる存在が。何が起きるか分かりません。どうか慎重に。
Thank you.
我はありませんか。少し休んで。有効なのかも。Thank you.
も諦めなければ必ずクリアできます。地球船に乗りましょう。大いなる存在のもとへ。ねえ、Thank you.
You did it! Also, they gave us a gem first go! My luck is on point, because it knows I'm not going to use any of this. It's so frustrating to be a Lance user and him having moves that... Like, I'm totally for him having moves that I have to get out of the way of, that I can't totally take. But it feels like it punishes people for weapons that take a while to, like, get put away. So it's like I get all nervous and I can't really, like, commit to attack anymore, because at the end there he's just spamming these moves that I can't tank all the time. する方が言っていました。真実はすごい速さで飛んでいく。追いつきたいなら進むだけだ。そうね。次の課題は自分で探さないとね。脈に干渉する存在だったとは。何やってるのよあんたたち。調査団としては我々は残る方針ではあるな。個人としては断固行くべきだろう。というわけで来ちまった。本当によくやったな。そろそろ帰ろう。自然ってやつ。
そうなのか。ああ、先生が俺をかばったとき、冷静じゃいられなかった。やっぱり俺は総司令に向いてないよ。てっきりお前がやるもんかと思うんすけどね。もし俺が危ない目に遭ったとき、慌てたり怒ったりしてくれる人がリーダーだったらすごく嬉しいよなって。そう、お前しかいない。やってくれな。よし。次の調査は。ああ、それなら。つまりレイゲーナの異常行動もイベルカーナやコリューたちの活発化も大いなる存在と関連していたんですね。そう予想できる。大いなる存在は地脈に影響を与える存在だ。地脈はあらゆる場所に通じ、生態系と密接な関係にある。奴の活性が生態系にゆっくりだが確実に影響を与え、それの限界に達してあちこちで異常が吹き出したのね。だとすると生態系はこのまま壊滅するしかなかったのでしょうか。いや、あの場にネルギガンテが来ただろう。自浄作用か。自然とは異常が発生しても自らの力で辻褄を合わせるもの。かの存在という脅威に対し自然が取った自浄作用が。ネルギガンテ、もっと調査する必要はあるがな。まあ調査団の行動も自浄作用の一種だったのかもしれん。自然ってすごい。ほら、みんな食べてくれよ。次の調査に向けて力をつけないな。次と何言ってんだよじいちゃん。ネルギガンテだよ。どこまでも追いかけるに決まってるだろう。次も頼んだぞ。知りたいことまだまだいっぱいあるよ。祖父が月の石と呼んだこれの謎も相棒のおかげで解けました。あなたは希望の青い星、きっとこれからもみんなを導いていくんでしょう。だけどどんな時も私が一緒です。五匹の竜の話にもありますからね。星のそばには月がいるって。そうと決まればもちろん腹ごしらえですよね。乾杯。
皆さんあちらに。この辺りはどう？だからさ。よし、来たな。それじゃあ、行こう。Well, there we go. All the way through the story of Iceborne up to Sharz Valda in 46 hours. That's not bad. It's funny because this, Gunlance, you know, 45 hours, this was before the DLC even came out, so it's funny to see if you have a weapon you're comfy with and know what you want to build towards, you can get through pretty decently. Yeah. Had a blast. Still a fantastic game. Had a blast with it. Fun as ever. Love Iceborne. I think our next game is gonna be the new Prince of Persia, which I think comes out tomorrow, I think. So thinking of checking that out. It'll be the next new game we play. Besides that, I don't think we have anything pressing besides that, new-wise, so we got that, and then we got every Tuesday, Outriders co-op with Nick, so that's kind of what we'll be, chilling with here. Hopefully you guys, enjoyed the playthrough. I had a good time. Yeah. Have a great day, guys, and I'll see you for the next one. Bye-bye.